はい、はい、フィットネス芸人ののりです。華やかですね。今日はですね、フィットネス芸人専属セラピストのエリちゃんに出演してもらいました。無理を言って踊り狂った後に汗びしゃ。そうなんですよね。今日ちょっとエリちゃんに言いたいことがあって。はい、何でしょう。今日のお昼に赤忍者探してきた。お、マジで来た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 。そう、今日のノリロケはですね、実は赤忍者を探しに行くっていうロケがあったんですけど、これ情報の提供者はエリちゃんやったんですよ。はい、赤忍者見つかりました。赤忍者、さっき言うと結果シフト週5入ってるらしいんです。うん、赤忍者、うん、いませんでした。おれんかった、おれんかった。そうだけど黒忍者に会いました。黒忍者さん、黒忍者さん知らん人や。黒忍者は逆に週2しか入ってない。いや、そうなんですよ。今日のロケ実はもうエリちゃんに教えてもらって行ったロケやったので、どうその報告をどうしてもしたかった。赤忍者、そっか。そう、赤忍者いなかったんです。いや、だってめっちゃ仕事入っ、めっちゃ仕事してる人やもん。もうなんか倒れるんちゃうかっていうぐらいずっと赤忍者してるって言ってた。ここだけ焼けてる人だったので。ああ、そうそう、もう赤忍者しすぎて。姫路のね、姫路ちゃんぽんっていうお店で、美味しい忍者が働いております。ハイボールおすすめです。美味しい。その報告したくてですね。そうなぁ、あのリベンジします、うん、リベンジ、リベンジしてリベンジ。赤忍者、赤忍者待っとけよ。赤忍者待っとけよ。赤忍者行くからな。行くからな。いや、私は行かんけど。そうなんです。その報告したかった。残念。残念ですね。まあ、黒忍者に会えたって、はい、いや、良かったですよ。またそうやってね、繋がることができて良かったです。まあ、ちょっとお友達になって赤忍者とぜひ治療所へ、はい、はい、行かせてもらいます、ね、はい、お待ちしております。というように、皆さんのご依頼に基づいてこの番組は成り立っておりますので、よかったら皆さんもね、どしどしご応募ください。ご応募ください。フィットネス芸人のりでした。のりでした。ありがとうございました。